ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、ファミコンのシューティングゲームで、連射ブームを巻き起こすきっかけとなった、あのハドソンのキャラバン大会、そしてスターフォースの登場について、ご紹介させていただきます。現在、連載させていただいています。アーケードシューティングの歴史シリーズも、並行して、公開していきますのでどうぞ、よろしくお願いします。コペンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。さらに、この動画のエンディングでは、あの懐かしい、スターフォースの BGM が流れてきますので、お楽しみに。ファミコンのシューティングゲームブームは、1985年に発売されたスターフォースの登場によって始まり、翌年のスターソルジャーのリリースにより最盛期を迎えることになるんだ。そういえば、この頃いつの間にか、すごい連射ブームの時代になっていたよね。そうだね、この熱狂の火付け役になったのが、やっぱり高橋名人と夏のハドソンキャラバン大会だね。懐かしいですね、高橋名人とキャラバン大会。ということで、この動画では、ハドソンがファミコンに参入してから、シューティングゲームブームが到来するまでの、道のりをご案内させていただきます。ハドソン、ファミコンに参入。1984年7月、ハドソンはファミコン初のサードパーティーとして、ロードランナーと、ナッツ&ミルクを発売するんだ。1970年末から、パソコンのソフト開発を、していたハドソンにとって、家庭用ゲーム市場である、ファミコンへの参入は、ハドソンの社長である工藤さんが自ら、銀行から借金を背負っての、まさに社運をかけた、背水の陣での決断だったんだ。このハドソンのファミコン参入については、同業者からは、冷めた目で見られていて、1983年に、開かれた、同業者が集まったパーティー会場では、とある、PC ゲームメーカーの社長から、ハドソンさん、なぜおもちゃ屋のゲームなんか作るんですか？パソコンゲームの方が儲かるでしょう。と言われるなど、この頃は、ソフトメーカーが、おもちゃ市場に参入するなど、考えられないことだったんだ。ところが、このハドソンの決断は、大当たり、記念すべきファミコンデビュー作の、ロードランナーは、100万本を超える大ヒット商品となり、それまでのハドソンの年間売り上げを、このファミコンゲーム1本だけで超えてしまったほど。ファミコンの販売力は、すごかったんだね。ハドソンのファミコン参入については、別の動画で詳しく公開していますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。そして、翌年の1984年の、秋、ハドソンの社内では、ファミコンゲームの3作目となる、ヴァンゲリングベイの発売に、向けて、いかに販売促進を、かけていくのかの打ち合わせが行われていたんだ。この会議には、後に子供たちの人気者になる、高橋名人こと、高橋俊之さんも参加していたんだ。高橋さんは、ハドソンがファミコンに参入する、2年前の1982年に、営業として入社し、翌年には、広報部へ移動して、ゲームソフトを販売促進する担当として、働いていたんだ。ハドソン社内での、販促会議。我が社も、ファミコンに参入して1年になる、ロードランナーは、ミリオンセラーになり大成功。そしていろいろ、3作目になるヴァンゲリングベイの、発売だな。ファミコンは、子供たちに大人気になりつつあるとはいえ、まだメディアで露出されることは、まだ少ない。確かにそうですね。子供たちの間では話題になっているようですが、まだ大きな盛り上がりになるまでは至ってませんからね。そうだ、ファミコンは、まだ一般に知れ渡っているとは言い切れない状況にある。それに、新作のヴァンゲリングベイを、広く認知させるためには、やはり媒体の力が必要になるだろう。何か、子供たちに伝わりやすい露出方法を、探さねばならない。そうですね。やはり子供たちに人気の媒体といえば、やはり漫画雑誌でしょうね。なるほど、漫画雑誌か。はい、特に少年雑誌は、すごく人気がありますよ。例えば、週刊少年ジャンプとか、コミックボンボンや、コロコロコミックとかですかね。そうだな、まさに子供たちにダイレクトに、届きそうな媒体だな。そうですね、漫画雑誌にファミコンの記事が掲載されれば、ブームの火付け役になるかもしれませんね。よし、少年雑誌に焦点を、絞って、出版社に売り込みをかけるのだ。大手出版社にですか？そうだ、子供たちに人気の雑誌に、我が社のファミコンソフトが掲載されれば、売り上げに大きく貢献できるからな。というわけで、高橋くん、君は、広報担当として漫画雑誌になんとか、我が社のゲームを、掲載してもらえるように、アプローチしてほしいのだ。私がですか？そうだ、今から東京の出版社に、アポイントを取って、なんとか人気雑誌とのパイプを、作るのだ。はい、わかりました。ということで、ハドソンは、もっとファミコンの認知を上げ、そして新作タイトルの販売促進のために、漫画雑誌への営業活動を始めるんだ。この頃の人気の少年雑誌といえば、中学や高校生向けの雑誌としては、週刊少年サンデーや、週刊少年マガジン、そして週刊少年ジャンプなどがあり。おお、サンデー、マガジン、ジャンプ。一方で、小学校向けには、小学館の月刊コロコロコミックや、講談社のコミックボンボンなどが人気だった頃だね。ドラえもんなどが人気だった、月刊コロコロコミックは、1977年に、創刊され、
この雑誌に対抗しようと、1981年に、講談社が創刊したのが、コミックボンボンだよ。ハドソン、少年雑誌への売り込み開始。こうしてハドソンは、ファミコンの認知拡大と、新作ゲームタイトルの反則のため、出版社へ売り込みに回ることにしたんだ。大手出版社のアポイントを、取ることができた、高橋さんは早速、交渉に向かうことに。ハドソンと某出版社との、打ち合わせ。この度は、〇〇出版社様、お時間をいただきまして誠にありがとうございます。いえいえ、ハドソンさんこそ、わざわざ札幌からご足労を、おかけして申し訳ございません。なんでも、御社のゲームソフトを、弊社の雑誌に掲載してみてはどうかということで。はい、現在、任天堂の発売しました、ファミリーコンピューターというゲーム機が、子供たちに人気なのですが、弊社も今年から、この家庭用ゲーム機のソフトを、発売させていただいていまして、おかげさまで好調な売れ行きを、示しているんです。それで、来年発売する弊社の、ゲームタイトルを、御社の何らかの企画に、お手伝いできればと思いまして、お時間をいただいた次第なのです。ほう、確かに子供たちの間で、そのゲーム機は話題になっているようですな。なるほど、確かに弊社の読者アンケートにも、この家庭用ゲーム機についての、要望が少しは来ているのですが。しかし、困りましたな。何か気になることがあるのでしょうか？実は、御社の売りになっているおもちゃ業界は、人気のある時は大変勢いがいいのですが、半年もするとすぐに、子供たちに飽きられてしまう業界ですからね。弊社としては、このゲーム機については、本当にこれからブームになるのか、一時的な人気なのかを、まだ様子を見ている状態なんです。なるほど。我々も、長年子供たちを相手に、商売させていただいてますから。やっぱり、子供たちは、面白いものにはすぐ飛びつくのですが、飽きるのも早いのが、この市場の難しいところなんです。それはわかります。しかし、この家庭用ゲーム機の人気は、本物ですよ。すぐに消えるような商品ではないと、思うのですが。ハドソンさん、申し訳ないのですが、我々としては、これが子供たちにとって、一時的な関心なのか、それとも大きなブームの流れなのかを、見極めたいと思っているんです。そうですか。札幌からわざわざ、足を運んでいただいて恐縮なのですが、もう少し様子を見させていただけると、助かるのですが。はい、わかりました。残念ではありますが、また機会を見て、お伺いすることにします。ということで、ハドソンは、東京の五国寺あたりの出版社や、小学館の隣にある会社など、少年雑誌の出版社を片っ端から売り込みに回ったんだけど、どの会社からも前向きな回答を、得ることができなかったんだ。ファミコンが発売されてから、1年後の1984年では、まだ出版業界では、ファミコンの人気については、懐疑的だったってことだね。コロコロコミックとの出会い。ハドソンは、出版社との提携が、なかなかまとまらない中、高橋さんは、生きるの望みを託して、千代田区にある、子供雑誌として人気のあった出版社の、打ち合わせに挑んだんだ。小学館さん、わざわざお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。いえいえ、わざわざご足労をいただきましてありがとうございます。なんでも、家庭用ゲーム機のキャンペーンを、共同で企画したいという、ご要件ということで。はい、1年前に発売されました、家庭用ゲーム機の、ファミリーコンピューターは、今子供たちの間で、人気の商品となりつつあります。弊社も、今年からそのゲーム機のソフトを、発売させていただいておりまして、予想以上の好調な売れ行きを示しております。そうですか、ファミコンはそれほどの人気なのですね。はい、そうなんですよ。来年の2月には、弊社から3作目となる、新しいゲームソフトを発売する予定なのです。ほう、そうですか。御社の発行されています、コロコロコミックは、子供たちに人気の漫画雑誌です。御社がターゲットとされています、低年齢層の子供たちが、興味を示している、このゲーム機の話題を、掲載できれば、御社の発行部数にも、貢献できるのではないかと、思いまして、お時間をいただいた次第なのです。なるほど、確かに今、ファミコンは子供たちの間で、非常に関心の高い商品のようですね。弊社の雑誌でも、読者からファミコンについての、要望がよくはがきで送られてきていますよ。そうですか。弊社も以前、スペースインベーダーブームの、時には、ゲーム漫画が人気になりましてね。しかし、去年ちょうど、連載が終わったばかりなのですよ。御社の、ゲーム漫画は、大人気でしたからね。ありがとうございます。そうですね、ゲーム業界では、インベーダーブームは終わりましたが、弊社としましては、次のゲームブームは、この家庭用ゲームではないかと、思っているんですよ。本当ですか？いや、ハドソンさん、実は弊社でも、来年からファミコンに関する漫画を、連載する予定なんですよ。それは、好奇ですね。はい、それでその漫画の内容は、主人公の少年が、強豪ゲームプレイヤーたちと、ファミコンで勝負を繰り広げるというような作品を、企画中なんです。それに、新ゲームの紹介や、裏技の紹介などの、特集ページを、掲載していくことも考えているんです。それでしたら、ぜひ A 社に協力させて、いただけないでしょうか。はい、こちらからもぜひ御社のような、
ゲーム会社さんからのお力添えは、頼もしい限りです。ということで、複数の出版社にアプローチしたが、断られ続けたハドソンだったけど、最後の最後に、子供たちから絶大な人気を、誇った、コロコロコミックがファミコンに、興味を示すことになったんだ。この商談をきっかけにハドソンは、コロコロコミックとの協力関係を、1984年の、秋から、スタートすることになるんだ。ハドソンと、コロコロコミックとの、コラボが実現。このハドソンと、コロコロコミックとの出会いが、その後のファミコンのシューティングブームへと、繋がっていくとは、この頃のハドソンも、小学館も知る由もない。なんで、この人気コミックが、ハドソンとのコラボに興味を、示したの？それは、ちょうどこの頃、コロコロでは、あのスペースインベーダーブームの、牽引役にもなった、ゲームセンター嵐の連載が、1983年に、終了してしまい、そろそろ、新しいゲーム漫画を立ち上げたいな、と考えていたところなんだ。そして、次に企画されていたのが、主人公の少年が、家庭用ゲームでライバルたちと、戦うという、ファミコンロッキーという漫画なんだ。おお、懐かしいですね、ファミコンロッキー。この作品では、ハドソンの3作目のファミコン作品である、バンゲリングベイも題材にされていて、謎の大陸が浮上してくる、という内容で掲載されることになるよ。その他にも、1984年前後に、人気だった、コロコロコミックの漫画としては、少年サッカー漫画の、頑張れ、キッカーズや、藤子不二雄先生の、プロゴルファー猿、ツルピカハゲマル、チョロ Q を題材にした、04キュータ。そして、当時のカンフーブームに乗った作品、ドラゴン剣などがあったんだ。ライバルのコミックボンボンでは、ガンプラブームの火付け役にもなった、プラモ教師郎や、ファミコンロッキーのライバル的作品になる、ファミコン風雲児などが人気だったんだ。このように、アーケードゲームや、ガンプラ、ファミコン、チョロ Q、そしてカンフーブームなど、その時代の流行りそうなものをいち早く、捉えて、題材にすることが、コミック雑誌にとっては大切なことなんだ。それで、ファミコンが、ブームなりそうだと、さっき知ったコロコロコミックが、ちょうど、ホルモンしてきたハドソンと一緒に、この波に乗ろうとしていたってことだね。そうだね。ということで、編集部との打ち合わせから、コロコロコミックが、ファミコンに強い関心を、示していることがわかり、高橋さんは、大手を振って、宣伝部の上司のもとに、報告に行くことに。何？あの小学館が、我が社との共同キャンペーンに、前向きだと。でかしたぞ、高橋。ありがとうございます。ファミコンは、ようやく人気が出てきたとはいえ、まだまだ世間では認知されていない。コロコロコミックに掲載されるようになれば、多くの子供たちにファミコンの存在がもっと知られるようになる。そのためにも、このコラボは必ず成功しなければならない。そうですね。ということで、高橋。はい。コロコロとやるからには、逆にコロコロとしかやらない方針で行く。ということは、ハドソンはコロコロコミック専属でコラボするということですか？そういうことだ。高橋、お前は明日から毎日コロコロコミック編集部に通うようにしろ。他にも仕事がありますけど。他の広報の仕事は、俺が指示して誰か他のものに回す。絶対に、このチャンスを逃してはならない。毎日通って、小学館詣で行うのだ。はい、わかりました。ということで、ハドソンの高橋さんは、それから、約1年くらいの間、毎日、コロコロコミック編集部に、通うことになるんだ。こうして、成立したハドソンと、コロコロコミックとの協力内容としては、次の3点で展開されていくことになるんだ。3点？そう、その一つは、新規の企画作り。新規の企画作り？そう、これは、コロコロコミック紙面で、ファミコンを中心とした、漫画の連載を、始めることなんだ。その後、ファミコン関連の漫画である、ファミコンロッキーや、ファミコンランナー高橋名人物語、そしてファミコン少年団などが、連載されることになるんだ。おお、懐かしいですね。ファミコンロッキーや、高橋名人物語。二つ目は、コロコロコミックで展開されている、漫画のキャラクターを用いたゲームの、制作だよ。キャラゲーの開発ってことですね。そうだね。その後、ハドソンから、1986年に、忍者ハットリくんや、ドラえもんなどがファミコンから発売されることになるんだ。この日本のゲームは、半券キャラクターのゲームとしては珍しく、評価の高い作品として、知られているゲームタイトルだね。そうだね。忍者ハットリくんは、キャラゲーとしては異例の、150万本も販売され、藤子不二雄作品のゲームとしては、最も売れた商品でもあるんだ。そして、ドラえもんについても、逸話があって、ハットリくんの大ヒットで、気を良くした、コロコロコミックから。ハドソンさん、ハットリくんも予想以上に、売れたことですし、この際、うちの看板キャラの、ドラえもんもゲームにしませんか？ということで、あの人気キャラクターのゲームを、ハドソンが開発することになるんだ。しかし、ハットリくんを超えるヒットと、高い完成度を求められた、ハドソンにとっては、ドラえもんといえば、藤子不二雄先生の代表作だろう。これは絶対に失敗できないな。ということで、ロードランナーの中本さん、ナッツ&ミルクの菊田さん、スターソルジャーの野沢さんなど、
当時のエースプログラマー3人を投入するという異例の気合の入れようとなり、しかもこの3人のプログラマーたちが別々に作ったものを最後に合わせて完成させるという贅沢な開発手法で完成させたのがファミコンのドラえもんなんだ。つまりハドソンはエース級のプログラマーを3人も投入して、しかもゲーム3本分もの能力をかけて開発したってことですかね。そうなんだ。ひえー、ハドソン、気合入れすぎですね。さらに、このドラえもんもゲームの逸話は、もう一つあるんだ。それは、ドラえもんの開発中に、グラフィッカーが完成した、ドラえもんキャラのドットよ。原作者の、藤子不二雄先生に見てもらったところ。これでは、私のドラえもんと入れませんね。先生どの辺が、お気に召さないのでしょうか？そうですね。やはり、ドラえもんのヒゲは片側ずつ、3本ないと、私のドラえもんと入れませんね。このドット絵に、ヒゲを3本描くんですか？と指摘されてしまい、当時のファミコンのドットサイズで、ドラえもんのヒゲを3本も、表現するのは、かなりの無茶ぶり。しかし、原作者の声は、神の声。ハドソンのグラフィッカーは、2晩かけて、ドラえもんキャラを何度も描き直すことで、なんとか仕上げることに成功するんだ。なんとか、ヒゲを3本描いてやったぞ。グラフィッカーは、後に、二度と、ドラえもんの、ドット打ちの仕事は、したくないですと言ったと語られているよ。グラフィッカー、かわいそう。そして、三つ目が、新ゲームの紹介や、裏技の紹介などの紙面展開だよ。このファミコンの裏技の紹介については、ハドソンとコロコロの間である約束が、結ばれていたんだ。約束？そう、それは、ファミコンの裏技の紹介については、子供たちに、そのテクニックについて、絶対に全部を見せてはいけない。というものなんだ。ファミコンの裏技を全部は、見せないようにするってこと？そうだね、これは、子供たちのことを熟知している。コロコロだからこそ作られた、ハドソンとのルールなんだ。コロコロが、子供たちの心理を熟知しているかな？そう、これは、裏技のテクニックは、そのまま掲載しないで、秘密は半分隠しておくというもので。それは、子供たちに見つける楽しみを、残しておくためなんだ。楽しみを残しておく？そう、今のようにインターネットがある時代なら、ゲームの裏技が見つかると、すぐにネット上に広まってしまうけど、この頃の情報源といえば、雑誌や、子供同士の、口コミによるものしかなかった時代だからね。コロコロの担当者は、後にこのように証言しているよ。あの当時は、子供たち同士の口コミが、最も重要な情報源でしたから。学校で、まだ誰も知らないような、ファミコンゲームの裏技や、隠しキャラを見つけることができれば、それだけでヒーローになれたんですよ。だから、我々は、子供たちに、ヒーローになるための、目を残しておきたかったんです。それで、ハドソンさんとは、裏技や、隠しキャラについては、なるべく全てを見せないで、ほんわかとオブラートに包むようにしましょう。それが子供たちへの配慮です。という協定を結んだんです。そういえば、あの頃は、裏技や、隠しキャラを知っている友達は、すごく重宝されたもんね。今回はここまで。次回は、ハドソンの全国キャラバン開催のきっかけとなった、コロコロ漫画祭りから、高橋名人誕生までの、物語をご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。I'm gonna go get some more.
ー。